全米チャンピオンとして臨んだトリノオリンピックは5位、世界選手権7位。もちろんこのままではという思いを胸に誓う思いはフランク・シナトラ、マイ・ウェイ、アメリカ、ジョニー・ウェアです。皆さんね、男子はとにかくこの4回転を中心とした戦いが非常に年々激しくなってきてますけども。そうですね、特にフリープログラムでは4回転を2回入れなくては本当にもうトップ3にはなかなか入ることが難しくなってきたような時代に入ってきましたからね。まあ、その中でもジョニー・ウェア選手は先シーズンちょっと怪我に泣かされてしまった場面もあったので、まあ、本調子ではなかった、まあ、今シーズンはまあぜひ世界選手権も7位でしたけれども、まあ、それ以上に本当にもう表彰台を狙っていくと思いますので、ね、本当に日本の最大のライバルになると思います。まあ、国分さんね、はい、高橋選手、小田選手、とにかく表彰台に向けてもやはり大きな壁となってこういった強豪が、ね、立ちはだかると思うんですが。そうですね、でも2人とも高橋選手も小田選手もすごくメダルには近い存在だと思いますので、本当に今年は男子が面白そうですね。トリプルトーループ、まあ、本当にこの選手は日本の高橋選手、小田選手とはまた違うタイプの選手で、やっぱりこう空気を抱きしめるように滑るのがとても上手い選手ですね。ジャンプを飛ばなくてもこう観客が思わず引き込まれてしまう、またそういう面も持っている選手です。一振り一振りに何かこう花があると言いますか、すごく見せ方がうまいですね。八木沼さんはジョニー・ウェアの隠れファンですね全国放送ですよこれ。あら、隠れられなくなってしまいましたでも争いということになりますと、やはり少しでも一つのミスも許されませんので、そういった意味でジョニー・ウェア選手は今シーズンは非常に大変な戦いが待っていることになると思いますね。世界的に有名なナンバーの中で一つ一つ技を積み上げていくことで感動を増していくウェアの演技。スピンの工夫もレベルがまた上がっていきますので、男子もこういった面でも工夫が必要になってきますね。フィギュア大国アメリカはこの若き正統派に未来を託します。